ドクター・小坂井のキャリア塾皆さんこんにちは小坂井ですえ今回は第8回自分を意識してもらう S タイプの子についてですねあの勉強していきたいと思いますえこの S タイプという子につきましては特にこの人とですね一緒にいる方が好みといったようなのとか特徴で人間関係は非常に外交的です で一方で、あの拡散的な思考を持つ子なんですね。すなわち、一度にたくさんのことを考えるタイプです。特に、この社交的な能力に長けるという特徴もあって、他人の気持ちを理解し、人と人を結びつける能力といったものが高い傾向にあります。 とということはどういうことかと言いますと、まあ、人に対して世話好きであったりだとか人の輪を重んじるという性格がすごい強い子でして PBL だとかグループ学習にいてくれるとそのグループとかチームのですね緩衝材代わりになってくれるという頼もしい存在でもあります。 先生なんかについてはこの S のですね要因が高いと先生向きだなっていうふうに思うところもあるんですけどちなみに私はあまりないタイプでしてまあ残念なところではあると思いますでこの S タイプの子というのは人と人をつなげるという代わりにあの言ってしまうと顔色を見るんですね人の顔色を見て意見というものを変えてしまうといったこととかも子どものうちは非常に多かったりもするので芯がなく見えるということもあります。 なので先生は非常にこういった S タイプの子については顔色を伺うだけではなくて自分の意見もちゃんと言えるように促すといったようなところが必要になってくるというのが注意点です。で職業的にはこの S タイプの子たちは対面販売などの対人的なものとか社会的な仕事といったものに好みといったものを持っていて、 客業であるだとか今で言うと医療とか福祉関係の仕事についてもですね適性を持っていると言えると思いますで、また先ほども申しました通り幼稚園や保育園の入養児教育あるいは初等教育などのですね教師といったものに対してまあの向いているというふうには考えられると思います まあ他にもあのホテルだとかそういったところのフロント係だとかまあ接客業全般といったようなところですね学校関係で言えばソーシャルワーカーの人もこういったような要因があると非常にですね人に接するといったところに苦がなく入り込めるんではないかと思います。ぜひここうういいいっったたととろを注意ししててて伸ばばだければと思うんですね まとめますとこの S タイプ、まあ、社会的なタイプということで PBL の調整役としてですね力を発揮すると思います。えー、洞察力にに優れ、人の気持ちに敏感で世話好きが多い。そしてまた教師向きでもあるんですけれども人の和を重んじて良好な人間関係を構築しようとするので芯がなく見えてしまうといったところもですねちゃんと吸い上げて指導していただきたいと思います。それではまた。